られるという本当に素敵な演奏で始まったわけでございますが、ウィンドアンサンブル最初にお送りしました曲はファンファーラ・オブ・ジャパン。指揮をしてくださいましたのはアシスタントコンダクタードクタージェームス・ウィンターさんでございます。どうぞこれからの素敵な演奏会に向けて皆さん方の温かい盛大な拍手をよろしくお願いいたします。それではウィンドアンサンブルの本格的な演奏を皆さん方に楽しんでいただくわけでございますが、これから指揮を務めてくださいますドクターロレンス・サザーランドさん、プログラムの中にも詳しくご紹介がございますが、タルサ大学、そしてウィズリー大学、アリゾナ大学で学位を取りなりまして、ルイス交響楽団、カンサ交響楽団、また富同士、ラルフ・マルトリ、リチャード・マルトリ、そしてウディ・ハーマンの各楽団のトロンボーンとユニフォームの奏者として大変功績がございます。 CSUF のお仕事以外にもですね、いろんな交響楽団のレースター、そしてまた筆者、フレスの交響楽団のトロンボーン奏者兼、アシスタントコンダクターとして活躍なさっていらっしゃいます。また全米大学バンドの指揮者協会政務委員会長に、また1976年には全米バンドマスター協会会員に選ばれておりました。1981年には第1回政務委員州立大学吹奏楽大会なども開催しております。1969年以来の CSUF の音楽教授として、また、バンドディレクターとして活躍をしております。それでは続きましてお送りする曲がローリングサンダー、指揮はドクターローランス・サダーランドさんでございます。
私の後ろの方ではピアノの準備がなされているわけでございますが、下村正恵さんに通訳をお願いしまして、指揮者のドクター・ローレンス・サザーランドさん、お話を聞きたいと思いますので、ちょっとこちらにしていただきましょう。それでは下村さん、どうぞお越しくださいませ。そして指揮者の、ドクター・ローレンス・サザーランドさんもお越しいただきたいと思います。こっちが行ったら、あ、そうか、だんだんこっち来るから向こうに行ったりして、この方がいいですね。準備ができますので、まずというところね、お越しいただきましてありがとうございます。 It is a great pleasure to be in Tenri。 なんとちゃうね、天地にお招きいただきまして本当にありがとうございます。おーとしちゃってらっしゃるね、ちょっと時間かかった。もう少し向こうの方に行っていただきましょうね。じゃあこちらで、向こうの方に。それで会場にお越しの皆さんの中で、フレスノという町の名前といいますかですね、有名な都市なんでございますけれども、一言でも聞いたことある、あ、そういえばリスナーがでもということでですね、曲が あるなと思われる方、ちょっと拍手をしていただきたいと思います。今拍手をしてくださった方がフレスノについてみんな知ってる人なくしたということをお伝えいただけますか。ちょっと内緒の言うとりはいろいろ事情がございまして、はい、みんなですね、フレスノについて大変よく知ってらっしゃるということで、それを拍手だということをお伝えくださいね。そしてフレスノと日本とは大変特に天理と交流が深いんですけども、このプログラムの中でちょっと写真が出てございますが、フレスノ天理文化センターの皆さんお手元のですね、プログラムの方にお持ちだと思いますが、後ろの方にちょっと出てると思いますので、その辺を見ていただきまして、今なされている会話の参考にしていただければと思います。いや、もう大丈夫と思います。何だか気になったりいたしました。ちょっと車と違いますので、溝を外したりなんかすると大変なことです。バランスをとってやってるところです。フレスノはですね、どんな気候なんでしょう。日本とよく似ているんでしょうか。Becoming very hot in Fresno. It is now becoming summer in Fresno.だんだんもう暑くなって、本当にもう夏到来という感じだそうです今。あ、そうですか。日本がね、これから本格的な夏という感じになるときに、もうフレスノの方はですね、かなり暑い。ただ確か昨日から今日にかけての、何かおっしゃってた、日本ではもうすぐ梅雨に入りますが、フレスノでは梅雨はないというか、夏においての梅雨はない。で、12月と1月になると雨とか霧がひどくなってくる。ああ、そうですか。気候がですね、日本とだいぶ違うようでございますが、確か昨日から今日にかけて、デンバーの空港が雪で閉鎖されたというニュースが入ってきておりますけれども。天気悪いななんて感じでございますけど、どこがどこまでがフレスノか、どこまでがデンバーなのか、なんとなく分かりにくい感じで話が進んでるわけでございますが、準備の方がですね、よろしかったら、それからね、今日会場にたくさんの音楽館の方がお越しいただいてますので、日本の、音楽を愛好してらっしゃる皆さんに、ローレンス・サザーランドさんからメッセージがね、ぜひお願いしたいなと思います。We have very excellent time in Tenri. Our students are enjoying
their homestay with their new parents, and we hope to come back very soon to Tenri. We thank you for coming to our concert, and we will play good for you. ピアノソロでございます。ジェニファー・ルカンさんのピアノソロをマジめまして、今度の曲はコンチェルト・エ・マイナーという曲でございます。それでは素敵なピアノソロも合わせてお楽しみいただきたいと思います。
それでは、どうぞお越しいただきたいと思います。下村さんもぜひ一緒に来てくださいませ。私、右上2人も。それから、あの、
本の良さといいますか、文化といいますか、日本のどんなことに一番興味をお持ちなのか、その辺を今、下村さんから、ピアノソロのジェニファー・ミカンさんにお話を聞いてもらっているところです。質問の内容は、日本のどんなところが一番興味があるのか、気に入っているのか、ということを今聞いて、そして彼女が答えているところでございます。話の内容はちょっと内容に、内緒にしているわけなんですけど、どんなことをおっしゃっていますか。何が一番興味を持ちましたかとお尋ねしましたら、答えは、people、日本の人々で、答えが返ってまいりました。どういうふうに、その興味を持たれたんですかとお尋ねしましたら、その、いわゆる生活様式とか、みんなそれに親切で、カスタムも全部違うし、そういう異文化みたいなものに興味を持ったってことになります。生活習慣とかそういったところも違いがあるなっていうのホームステイ、たくさんの方が日本にお越しになってらっしゃるんですけども、昨晩からそして今夜もまたそうだと思います。各日本のご家庭にそれぞれお泊まりになって、日本の生活、食事、それからいろんな日常生活にも触れることが多いと思います。またそのお世話をしてくださってらっしゃる方が今日この会場にもたくさんお越しいただいていると思いますが、昨晩のホームステイでどんなことを体験なさったのか、その辺のお話もございましたら、一つ聞いてもらいたいと思います。またお話を伺っております。できましたら、少し彼女ね、向こうの方向いてくれるようにちょっといただきます。昨日のホームステイはどうでしたかというのをお尋ねしましたら、本当にみんな家族の皆さんとっても親切で、食べ物も日本食もすごく美味しかったし、お箸の使い方なんかも教えていただいて、本当に楽しいひとときを過ごさせていただきましたと申します。私なんですが、先ほどドクター・スーザー先生より、学生の皆さんを扱っていただいているホストファミリーの皆さんにくれぐれもお礼を言うようにと思います。くれぐれもよろしくというお話でございます。その分は日本語から両方に通訳させていただきます。いろいろ忙しいもんでございますから、それではですね、今度は、はい、曲の方はですね、トバックの方にしたいと思いますけれども、それじゃあ、デュさんどうもありがとうございましたということをお伝えいただきたいと思います。はい、どうもありがとうございます。彼女はまた今度はですね、自分の学級の方でスタンバイということで、それから南風もし面白い方いらっしゃいましたら、学園の方にお越しいただければと思います。今度はですね、ホバックラスコティティということでございまして、ラスコティティということなんか大変、ラスコニキでございます。ホバ・ラスコ・リキ、この曲を皆さん方にお送りしたいと思います。さっきはピアノソロとクンバクラリネットとかですね、いろいろと多彩な才能を持ってございます。大変お若い方でございまして、トントン拍子で普通の学年、日本で分かる高校生に当たる時代で今大学に入ってらっしゃる方でございます。具体的な場所は申し訳ませんが、そんな感じでございます。さあ、それでは、曲の方を続けて聴いていただきたいと思います。それでは拍手でお願いいただきたいと思います。
それから、プレスのミュージッククラブの演奏会での共演をしたり、セーブの特訓クラスのダークバンドの指揮者、ユニクラスそれでありますので、大学吹奏楽フェスティバルの主催なども押しておりますのが、今夜皆様方に演奏を聴いていただいております。ウィンドウ・アンサンブルの皆さんの方でございます。それでは、プログラムの方も、次々進めていきたいと思いますが、今度は、アルトフェスティバル。
この曲を聴いていただきたいと思います。どうぞ拍手でお願いいただきたいと思います。
それから、シアルトで変わりまして、ゲストコンダクターということでございますが、奈良教育大学助教、天理教音楽研究会、器楽部常任指揮者、石田和夫さんの指揮、トランペッターズ・ララバイを聴いていただきましょう。石崎和夫さんの指揮で、ゲストコンダクター、石崎和夫さんの指揮、そしてトランペットのソロが、レイ・佐々木さんでございます。それでは、お願いします。
指揮をしてくださいましたのが奈良教育大学助教授、非常音楽研究会医学部常任指揮者の石崎和夫さんでございまして、プログラムの方も後半に進んでまいりまして、今度はフロックオンクラシックスということで、皆さん聞いていただきますといろいろと素敵な曲が出てまいります。何曲までお分かりいただけるか、その辺も楽しみにして一つ聞いていただきたいと思います。
素晴らしい演奏でございました。それではここで花束の贈呈でございます、指揮者の、ドクター、ローレンス・サザーランドさんに再び、ステージの中央に登場していただきまして花束を受けていただきたいと思います。はい、お願いいたします。それでは主催者の天理大学から花束の贈呈でございます。花束を持ってくださった皆さんは大変です正解は勉強してくれたんでございます。はい、もう一度お客さんに出ちゃうない Thank you very much。研究会からの花束でございます、この花束も同じように、英会話ライブクラブ勉強なさってらっしゃるお嬢ちゃんからでございます。はい、お願いいたします。はい、花束です。それからですね、展示場大会、今日伝道日、続けて今も出てくださる展示場大学校伝道日から花束も今一緒に、はい、じゃあご挨拶しましょう。マイクロを通して、ね、会場の皆さんにも分かるようにね、将来大きくなっても通訳するときマイクロを通してできるように頑張りましょう。Thank you very much。 はい、よう言えました。はい、あなたはどうぞ。Thank you very much。 はい、ちょっと見に来てください。はい、ちょっと皆さんお名前は中谷佳代さんね。はい、藤本智恵です。藤本智恵さん、おっちゃんも藤本という名前と同じ名前だね。そうですか、3人出てきたからサンキュー。そんなことちゃうね。サンキュー、両人するのは時間が経ちます。はい、どうもありがとうございました。はい、まだ花束続々とプレゼントということでございますが、今度は、天理教皇附属高等学校マーチングバンドの皆さんでございます。それから、天理高等学校吹奏楽部の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。時間の都合で通訳を演じさせていただきますけれども、曲の方はですね、ぜひ今日の予定は、全部終わったんですけど、
テレ動画研究会の中谷恵子さんにこれを歌っていただきましてですね、一つ、ウィンドアンサンブルの皆さんの演奏をここでお願いしたいなと思いますので、いよいよ皆さん早速演奏していきたいと思います。山谷さん、素敵なアンサンブルの皆さんをですね、バックにして歌っていきます。頑張って歌ってみる会場の皆さんもどうぞご一緒に歌っていただきたいと思います。本日は本当に長時間皆さん方ですね、素敵な演奏をまた出演をしていただきましてありがとうございました。いよいよ大詰めという感じでございますが、大家様、フェナンサイのまた、ウィンドアンサンブルの演奏、そして会場の皆様方共同一緒に歌いたいと思います。さあ、それではですね、どんどん会場の皆さん方、歌うかなと思われる方の手に上がっていただいて結構でございますが、どうぞ一緒に、並んでいただきまして歌っていただきたいと思います。さあ、じゃあ中谷さん、こちらの方の方に来ていただきました。さあ、それではですね、盛大な拍手で試合を迎えしまして、おやつは100年歳の歌、ここで一緒に歌いたいと思います。はい、会場の皆さん、お願いします。Thank you.
それではどうぞステージ中央までお越しいただきたいと思います。
ど、まだまだね、もう一番ございますけれども、また経営またホームステイの方もございますので、これで楽しいひとときを幕を閉じさせていただきたいと思います。それでは皆様気をつけてお迎えください。それではホームステイの会場の皆さんにはお先に撮影いたしますので、この会場にお越しいただきたいと思います。どうも皆さんが楽しんでいただきました。ファークの方もどうぞ、アルスの方もどうぞ、遠藤の方もどうぞ。
America,